Video Diary March the 16th, 2019 by Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan ビデオ日誌2019年3月16日林ひろしです。こんにちは。今朝は朝8時頃からレモンの収穫と八朔の収穫をしました。レモンは今年初めてです。八朔はもう今年に入って2、3回目になります。で、今日が八朔については最後です。で、ビワ抜きも何本かあるんですけども、去年はほとんどできませんでしたが、今年はたくさん実がついているようです。今ご覧いただいているのがビワ抜きです。で、そのレモンと八朔の収穫をしながらこんな話をしました。ねえ、今までにいろんな子供を教えてきたけど、印象に残っている良い子というと誰かね、という話をワイフとしました。するとワイフがしばらく考えて、 A 君かな、 B 君かな、 C 子さんかな、というふうにいろいろと話してくれました。で、私もその八朔を収穫しているときにですね、まあ、こんなことを言いました。あの OK 君というのを覚えてるかって言いましたら、うん、覚えてるって言うんですよね。私40数年間幼児期から小中高校と教えてきた子供の中でですね、最も素晴らしい子供をあげろと言われましたらですね、 OK 君をあげます。で、 OK 君はどうして素晴らしいかと言いますと、まあ、人格的にもね、大変こう完成度の高いと言いますか、深みがあると言いますかね、将来的にすごい人格者になるんじゃないのかなと思わせるような子供だったんですよね。ものの考え方深くて共鳴性もあってね、そして友達との共鳴性もあるんですね。それでまあ先生にも好かれたんですけどもね、中学生になったある日のことね、まあ OK 君はですね、私の教室に来たんですけども、背中にチョークで落書きした跡があるんですよね。ピンときましてね、いじめに遭ってるんだなと思ってね、 OK 君にどうしたんだその背中の落書きはって言いましたら、 OK 君がね、ううん、なんでもないんだよ先生、なんでもない、僕がただふざけて遊んでいただけだよってな感じで、すかさずこう友達をかばうんですよね。そういうタイプの子供だったんですね。それでて勉強はよくできてね、優秀で静かで、そしてなんて言いますかね、物静かと言いますかね、いつも何かをこうじっくりと考えているっていうタイプの子供だったんですよね。そんな OK 君でしたけども、その OK 君のおじいさんがですね、浜松市内で大きな会社を経営なさっておられたんですけども、脳梗塞、脳内出血だったかな、倒れられるんですよ。脳梗塞だったと思いますけどもね。それでそのおじいちゃん子であったということもあるわけですけども、そのおじいさんがですね、脳梗塞で倒れられまして、伊豆のですね、まあ浜松から伊豆までは結構遠いんですけどもね、浜松市っていうのは静岡県でも、まあ、最も西部ということになりますし、伊豆って言いますと今度は東部になりましてね、まあ、静岡県というのは大変細長い県なもんですから、伊豆っていうとかなり遠いんですけどもね、まあ、いいんですけど、その伊豆へね、リハビリで、まあ、そういう、まあ、保養所のようなところにおじいさんが入られたわけです。で、毎週ですね、 OK 君はですね、そのおじいさんに会いに行くのが、まあ、日課というか週ごとに行くわけですからね。それがまあ OK 君の仕事のようになったわけです。それがまあ OK 君が中学生の時だったんですよね。で、その OK 君は毎週土曜日だったか日曜日に、おじいさんにですね、会いに行くわけです。そしてまあね、体が不自由になったおじいさんの手を引いたりね、まあ車椅子を押したりして、近くの、まあ、その保養所からですね、近くにあるあの神社があるんだそうですけどもね、あったんだそうですけども、その神社までが
数百メートルあるって聞いてましたけどもね、とにかくそのややこう上り坂のね、その神社坂を登っていくとその神社があるんですけども、まあいずれね、おじいさんをおじいちゃんを見舞うたびにですね、その車椅子をして、そしてその神社詣をしていたというんですよね。である日ね、そのおじいちゃんと2人で、その OK 君がね、その、まあ、神社から帰って、神社って言いますかね、神社でそのお祈りして、そして帰ってくる時にですね、おじいちゃんが OK 君にこう聞いたそうですよ。お前な、僕だったかな、わしになったかは分かりませんけどね、健康、早く病気に治るように祈ったかって言って聞いたんだそうですね。そしたら OK 君が、あ、忘れたって言ったんですよね。そしたらおじいさんが、忘れたのかという間もなくね、おじいさん、OK 君はおじいさんをそこに置いてね、さーっと走って行って、神社行って、その、お参り品をしたというんですよね。つまり、おじいさんの病気が治る、おじいちゃんのね、病気が早く治りますようにっていうふうにして、まあ、祈ったということなんですけどもね。まあ、そういう優しい子だったんですね。はい。まあ、それが私、その OK 君っていうのはですね、高校へ入るまで教えたという経験があるもんですから、そのずっとね、幼児3、2年間かな、てか小学校6年、中学3年というふうに教えた、まあ、子供だったもんですから、その話をね、ワイフにしましたら、そうね、OK 君、あの子はすごい素晴らしい子だったわねって言ったんですね。で、私一度会ってみたいな、どんな人になってるか楽しみだな、一度会ってみたいなって話を今朝しました。他にもいろんな素晴らしい子いたんですよ。女の子でね、私やはりこう素晴らしい子だなと思ったのはですね、もう30年前になってね、その子の名前がね、どうしても今日もね、朝話している時にも思い出せなかったんですけども、まあ、A 子さんなら A 子さんとしておきますね。で、その A 子さんがですね、ある日ね、お母さんが私にこんなことを話してくれたんですよ。その A 子さんのうちって言いますかね、おばあちゃんが一人同居していたんですよね。ところがおばあちゃんもね、体も不自由で、言葉もまあ話せないと言いますかね、頭の方もまあ鈍くなってしまっておられたんだそうですけども、そのおばあちゃんの世話をするのが、その A 子さんの役目だったというんですよ。はい。で、そのおばあちゃんがですね、食事をまあ賛同なさるわけですけども、その度に A 子さんが、そのおばあちゃんの口にね、そのスプーンで食べ物をすくって口に入れてあげると、その時におばあちゃんがね、喉に詰まったりしてゲーゲーとあげてしまわれるんだそうですよ。そうしますとね、英子さんがすかさずタオルかね、ティッシュペーパーのようなものでね、おばあちゃんの口を拭いて、そしてそのおばあちゃんの食事の世話をしていたというような話をね、お母さんから聞きましてね、英子さんそんなことしてるのって言いましたら、お母さんがそうなんですよって言っててね、嬉しそうに話しておられましたね。英子さんは素敵って言いますかね、そういうことをする子供っていうのは今本当に、まあね、少ないんですよね。まあ、少ないって、まあ、探さなければならないほどいないんじゃないかと思います。あるいはこんな子もいたんですよね。そういう話をね、次々としましてね、あの子はどうってことでね、その子は K 君って言ったかな、 K 君っていう男の子なんですけども、まあ、幼稚園、私が勤めていた幼稚園の近くの子供だったんですけどもね、男の子だったんですけども、で、私がですね、幼稚園から帰るときに、ね、いつも自転車で帰ったわけですけども、自転車でその幼稚園から出てね、帰ろうとすると、よくその K 君に出会ったわけです。するとね、その K 君はいつもね、手にね、メモ用紙を持ってましてね、そのお母さんのお使いをしていたわけです。で、お母さんはですね、その時、まあ、その時って言いますか、まあ、その店は今なくなりましたけれども、そのお母さんがね、その近くで化粧品店を経営なさっておられたんですよ。お父さんはどこかの会社に勤めておられたと思うんですけどもね、化粧品店を経営なさっておられたんですよ。それで、こまごまとしたね、お使い走り、買い物っていうのは全部その K 君の仕事だったというんですよ。で、お母さんがね、ここ行って何買ってきなさい、あそこ行って何々しなさい、ここ行って何々しなさいって、このお金はあそこ行って払ってきなさいっていうことをきちんとメモに書いてありましてね、それを、まあ、結構大きなメモって言いますかね、ぎっしりと書いてありましたからね、紙に。それをもう手に持ってですね、それを見ながら、K 君はですね、お母さんの言いつけ通り、その、なんて言いますかね、あっちの店でこれを買い、あっち、まあ、例えばね、八百屋さんで何々買いって感じで、まあ、仕事をこなしていたわけですよ。
で私はですね自転車で帰るときにその K 君がですね、まあ、それほど、まあ、広い道じゃないんですけども K 君がねその道から、まあ、家から家店から店へと動き回っているのをよく見かけたんですよね。で K 君何してるんだってある日声をかけたんですね。そしたら K 君がねじろっと睨んだんですね、まあ、睨んだんですよね私をね。それでまあ、その時は言わなかったんですけどもこれって感じでねそのメモ用紙を見せてくれたんですよ。ああお母さんのお使いしてるのって聞いたらまたじろっと睨んでまたタッ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 と自分の仕事をこなしてるんですよね。で私そのことをね後でお母さんに会った時にね K 君素晴らしい子ですねお母さんのお手伝い全部してるんですねって言いましたらねそこが面白いところなんですね。お母さん私にこう言いましたよ。それがね先生うちの子何にもしてくれないんですよって言うんですよね。あの言葉に驚きましたね。もう幼稚園から帰ったらもう仕事をやってる、そうですごめんなさい、その時はもう小学生になってましたね。もう仕事いわゆる、まあ、帰ってきてもね私がそのいろんなことを頼んでも何もやってくれないんですよってことをお母さん言ったわけですよね。あんなにたくさんしてるのにしてないなんてね私は、まあ、ちょっとショックを受けたわけですけども、要するにこれはまあ教育論になってきますけども、それまでの仕事をしていてもお父さんお母さんにしてみれば、まあね、何もしていないっていう子供もいますし、反対に今度はですね、もうどうしようもないドラ息子っていうような子供もその頃に、まあ、小学校2、3年で決まってくるわけですけども、どうしようもないドラ息子っていうのもいるわけですよね。 お母さんの財布からお金盗んで使う、欲しいものを買う、まあ、それだけじゃなくて家の家事は一切手伝わない、何にもしないって感じの子供もいるわけですよね。そういう子供をその見つけてね、見つけてますから それとなくね、まあ、お母さんにね例えば B 君もう少し家事を手伝わさせた方がいいんじゃないですかねなんて、まあ、分かりますからね、この社会性のあると言いますかね、そういったその生活感のある子供っていうのはどしっとした重みがありますからね、そうでない子供はいわゆる、まあ、ドラ息子ドラ娘風にふわ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 した子供になりますからね。つまり自分のことしかしない、自分勝手、わがまま、自己中心性って、まあ、いろんな症状が出てくるわけですけども、まあ、そんな感じがするわけですよね。でそれに対してお母さんが、ね、私にこう言いましたね、まあ、さっきの K 君とはもう対照的にねこう言ったんですよ。先生私ちゃんとうちの子供に仕事をさせてますって言うんですよね。どんなことをさせてるんですかって聞いたらね、玄関のスリッパ並べはしてくれますって言うんですよね。はあって言うんですよね。私はね玄関のスリッパ並べ、あるいはその何だったっけな、ベランダの花に水をちゃんとやってくれますって言うんですよね。私ははあと思ったんですよね。その程度でも何て言いますかね、家事を一生懸命やっているというふうに評価する親もいるわけですよね。一方 K 君のようにね、もう学校から帰ってきたらもうあちこち走り回って家の仕事を手伝っているにもかかわらず、まあ、何て言いますか、お母さんの目からすればですね何にもしてくれないんですよっていう子供もいるわけですよね。まあ、要するに評価の仕方が、まあ、その辺がいわゆる主観的と言いますか、どう言ったらいいんだろう、要するにその家庭によって全く違うということですよね。まあ、それは教育論ということになってくるわけです。まあ、今日はその話をするのは目的じゃありませんので次に進みたいと思うんですけども、他にどんな子がいるかねなんて話をしてね、ワイフと、まあ、発作私に脚立を持ってきてね木の上に登って下へその発作を落とすわけですよね。それを、まあ、ワイフが下で拾っているわけですけども、他にどんな子がいるかねなんてね話しましたら、例えばね C 君はどう、 D 君はどう、E 子さんはどうだったって話を、まあ、いろいろするわけですよね。もう一人私ね根性あるなと思った子供一人いるんですよ。それは Y 君って言うんですけどもね、その子供はよくなごく最近まで年賀状くれてましたのでよく覚えてるんですけども、高校3年生まで私の家に来てましてね、で週に1回、まあ、私がその子の、まあ、英語の勉強を見ていたんですけども、その Y 君なんですけどもね、ある日私もその時アパートに住んでたんですけども、学校帰りに私の家に来てくれたんですよ。で私のところその頃は7時半だったと思うんですけどもね、7時半からお知ることになってたんですけども、その時刻に Y 君がね入ってきて、そしてその私の勉強を私が教えたわけです。でその時のことなんですけども、
何かしらね、お腹が空いたような雰囲気だったんですよね。それで私、そのワイ君にね、お前な、食事してきたのかって言ったら、うん、してないって言うんですよね。どうしてしなかったんだって聞いたら、時間がなかったって言うんですよね。それでワイフにね、ワイ君に食事用意してあげてよって言ったら、ワイフがね、いいわって感じでね、食事を用意してくれたんですけども、そのワイ君なってますかね、まずそのなってますかね、根を上げないと言いますか、根性があるんですね。まあ、そういう意味で私と性格が大変よく似ている、イコールなってますかね、共感性って言いますかね、共鳴性じゃなくて共感性があるわけですよね。それで、まあ、そういうふうにして、まあ、何かにつけてそういう根性がある子供だったんですね。で、まあ、はい、まあ、一流の大学に入って、一流という言い方も好きじゃありませんけども、まあ、素晴らしい大学に入っていったわけですけども、現在はですね、その浜松市内でもそうした世界、まあ、世界って言いますか、名前出していいのかな、ナンバーワンの会社であるフォトニクスっていう会社のね、まあ、大変重要な仕事をなさっておられるって話を聞いています。あのフォトニクスはだから伸びたんだななんてね、 ああいうワイ君のようなね、すごい社員を入れたがゆえに、あそこまで伸びたんだななんて、ね、勝手に私は判断してますけども、まあね、ノーベル賞級の発見もそのフォトニクスがバックでね、なされましたよね。はい、まあ、そういうことでその Y 君のことをね、その都度思い出していました。で、 2,3 年前までは、ね、年賀状来てたんですけどもね、私の方が年賀状も出さなくなってしまったもんですから、まあ、今度ね、一度会いに行こうかなっていうふうには考えています。で、まあ、その中でも今日はね、まあ、この辺に素晴らしい子っていうのはその程度にしてきますけども、その中でも私がね、特に素晴らしい子だなと思う子供はね、まあ、名前出していいのかな、金原君って言うんですよね。金原君、これは名前を出さないといけないって言いますかね、金原 H 君って言うんですけどもね、その子供はですね、小学校 2,3 年ぐらいの時から私のところに来てくれていたんですけどもね、まあちょっとね、毎日、まあ、あることでね、薬を飲んでその時はいたんですよ。でもその薬を飲むとですね、食後にね、夕食後に飲むことになってたんですけども、その薬のせいでですね、眠くなるんですね。まあ、そういうのを毎日飲んでたんですけども、その後私のところに来てたもんですから、まあ、大抵ね、私の教室来る頃にはもう、はい、もうフラフラの状態で来てね、で勉強のべっていうか、もしないっていうか、できないっていうような状況でずっと来てたんですよね。まあ、それでも、まあ、お母さんからそういう話を聞いてましたのでね、まあ、そういう薬を飲むとその眠くなるって話を聞いてたんですけど、まあ、大体中学生ぐらいまで飲んでたんですけども、まあ、高校生になってからは飲まなくなったんですけどもね。で、高校1年2年ですね、1年の時だったんですけど、ごめんなさい、その事件が起きたのは中学生の時なんですけどもね、まあ、どこでそういう、まあ、金原君のことをね、素晴らしい子だと思うようになったかというとですね、その友達がね、中学2年生だったと思いますけどね、家出をするって言い出したんですよ。何かしらね、その友達が、まあ、お父さんお母さんとの、まあ、喧嘩をしてですね、で金原君のところに逃げてきて、その僕はこれから家出するってことになったんですよ。そしたら金原君がね、じゃあ僕も一緒に家出してあげるよ、君のために家出するよってことでね、家出したんだそうですね。で、それに私ね、以前ね、2人で山の中で過ごしたっていうふうに言いましたんですけども、実はごくね、最近ってまた 1,2 ヶ月前にね、その金原君にね、君とその友達は家出してどこ行ったんだって聞きましたら、僕はいや、名古屋行ったって言うんですよ。名古屋行った、山行ったんじゃないのかって言ったら、それは帰ってきてから、そのまたすぐには家に戻れなかったから、一度山の中行ったからだよってことをしてくれ言ってくれたんですけども、2人でね、名古屋まで行ったんだそうですよ。で、その電車で名古屋まで行って、そして地下鉄に乗って郊外へ行ったって言うんですよ。で、その時に夜になったもんだから、二人でね、まあ泊まるとこはなかったもんだから、本当にそんな話は、ね、面白いんですけども、なんとね、橋の下で寝たって言うんですよね。え、まあ、あまりにもって話なんですけども、橋の下で寝たのって聞いたら、うん、橋の下で寝たんだよって言うんですよ。そして朝早くなってね、朝起きて家に帰ろうかって話になって、その橋から上に、ね、道路へ出たんだそうですよ。そしたらそこでね、親切な女性がね、車を運転してて2人を見つけて、
どうしたのってことで声をかけてくれたんだそうですね。でこうこうこうだって言いましたら駅まで送ってあげるってことで名古屋駅まで送ってくれたって言うんですよね。でそしてその名古屋駅から今度は帰りの電車賃がねないっていうことでその女性からね2人とも、名古屋から浜松まで、まあ、鈍行で来ても結構お金かかるんですけどもねそのお金を出してもらって浜松へ帰ってきたって言うんですよ。でその後すぐに家に帰れないもんだからまたしばらくあの家の近くの山まで来て山の中で過ごしたって言うんですよね。まあ、そういう子なんですけどもね、まあ、そういう事件が本当にありますと、まあ、学校も家も警察も大騒ぎになりますよね。そしてみんなが大騒ぎになったところにその2人がひょこっと帰ってきてっていうことなんですよね。まあ、お父さんお母さんに叱られて先生にも叱られてってことは、まあ、当然のことだと思うんですけどもね。私その話を聞いたときにねその金原君っていうのはすごい素晴らしい子だなというふうに思いましたね。そしてあの修学旅行行くときもですねあの小遣いを5000円持っていくっていうんですよ。で私まあ修学旅行に行く子供の場合はですねそっと5000円ぐらいの銭貸を渡してねこれよかったら使ってよって言って子供に5000円ぐらい渡すんですけどその K 君は受け取りませんでしたね。僕はもう5000円持ってるからいらない先生いいじゃない余分に5000円ぐらい持っていけばって言って言いましたらダメだ僕はもう5000円持ってるからもういらないって言って断るんですね。はい。でもう一つは同じようなことですけどまだ最近あったんですけどもあの私がね今度新しい時計を買ったもんですから古い時計がねあの使わなくなったもんだからそのまあこの時計あげるよって言ってその K 君に渡しましたらね金原君にね渡しましたら金原君がいらないって僕は一つ持ってるからいらないって言うんですよね。そういう子供なんですよ。で私はその子がねあの、まあ、なんて言いますかはい好きでねはい好きって言いますか本当にまあね私もこのいろんな子供を教えてきましたけども最後の最後で金原君のような素晴らしい子供に出会えたということを本当にあの感謝というか光栄というか喜んでます。でその金原君 H 君名前はちょっとごめんなさいね金原 H 君というんですけどもその子供と私の間に一つ大きな事件が起きました。それがですね2016年の12月16日ですね、16日ですねにその事件が起きました。それを今日ね最後に話をして、まあ、このビデオで入り終わりたいと思うんですけどもその時は2人まあ、生徒って言いますかね私が教えることも来てくることになってたんですけども一人はなんかね来れなくて K 君と金原君と私の1対1になっていたんですよ。で1対1で座って勉強を、まあ、教えていた時にですね突然金原君がですねクソーって言ったんですね。クソーって言ったんですよ金原君がね。で私がパッとどうしたんだって聞いたらねそしたら金原君が先生雨が降ってきやがったって言うんですよね。で私が雨って聞いて、まあ、雨にその頃にある、まあ、敏感になってましたから雨って聞いたらうんとかっていうもんでパーッと飛び上がってね私ベランダへ出たんですよ。っていうのは私には雨が降ってる音は聞こえなかったんですよ。でパッとその、あの、なんて言いますかベランダへ出まして外へ見ましたら星が輝いてるんですよね。星がパラ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 と輝いてたんですよ。でパッと戻って金原君雨なんか降ってないぞって言いましたらそしたらその時金原君もパッとね立って金原君は背中側の窓の外を見たんですよね。別の窓って言いますか私はあのベランダの方へ飛び出たんですけども金原君は背中側にあった窓の方へ、まあ、立って見てたような感じだったんですね。そしたらファッとこう顔と顔が合った時になんかね気まずそうにえ僕の空耳先生空耳って言って盛んにこう弁解するんですよね。で私はもう敏感になってましたからゾーッとしましてねそのまま台所の方にパーッと出てきましてアッコアッコというか私のワイフを呼びましてねアッコちょっと来いちょっと来いアッコちょっと来いって言ってそのアキコを私のワイフをですねその今で教えてたんですけども今の方を呼んでそして私金原君にこう言ったんですよ。今君は雨と言ったけどもどんな風にどのように聞こえたかちょっと話してくれないかって言ったんですよ。でその時にワイフも正座し私の右側に正座し私も正座しました。そしたら金原君がね何事が起きたかわからないもんですからねキョトンとした感じで
先生、空耳、僕の聞き間違い、何でもなかったってことを盛んに言うんですよね。いやいや、分かってる、それ分かってるんだけども、どうしてもあなたが聞いた雨の音を僕も話を聞きたいから話してくれないかと。そしてここにね、まあ、アッコ先生もいるけども話をしてくれないかって言いましたら、やがて落ち着きましてね、その金原君が話をしてくれました。でどういうことかというと、その勉強している時にね、突然ダーという雨の音が聞こえてきたというんですよ。で私がどんな雨の音だったって聞いたら、鉄板にパチンコの玉を打ちつけるような雨だったっていうんですよ。バラ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 っていう感じだったんですね。でそんなに激しい音だったのかって聞いたら、うんって言うんですよね。でそんな雨なんかあるのかってことも聞いたと思うんですけども、だからまあその時ね、金原君が言うには、そのちょうどその横にね、あの栗の木があるんですけども、うちのその窓から見るとね、栗の木の葉っぱに雨が当たってるのかなと思ったっていうんです。それにしてもまあ激しい雨だったっていうんですよね。でその雨がバーッと降ってきて、そして私がそのくそー雨が降ってきやがったって言葉で立ち上がって、パパーッとその何て言いますか、そのベランダの方って言いますかね、あの方へ吐き出しの窓があるんですけども、そちらの方へ出た時にはもう音は消えてたっていうんですよ。それはまあショックでしたね。というのは2016年の9月26日、そして2016年の10月28日、私自身が大豪雨の音を経験しているわけです。で、9月26日の場合は、一本調子でダーッと雨の音だった。それは山の家で起きました。それから10月28日は、その同じ自宅の方ですよね。で、私の寝室でその、まあ、音を聞きました。その時聞いた音は、この抑揚があると言いますかね、ダダ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 ダというような感じで、不規則な抑揚のある雨の音でした。で、その2016年の12月16日にですね、金原君が聞いた音というのはですね、まさに言いますか、私の聞いた音と、まあ、表現の仕方は私は違いますけどね、私は竹籠のようなものにですね、小豆をぶちまけたような音、それを何十個も重ねたような音っていうふうに私は思ってますけども、まあ、竹籠かどうか分かりませんけども、で金原君は鉄板にパチンコの玉をぶち開けたような音だったっていうんですよね。バラ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 って、まあ、それはそこまで話してくれるまでかなり時間がかかったんですけどもね、それまではまあとにかく何事、金原君にはそういう話は一切してませんでしたから、私の経験を。ですから、その、ね、生徒さんですから、ね、私の脳みそを疑われるような話というのはタブーですからね、そんな話は一切してませんでしたけども、金原君の口からその大雨事件の話を聞いて、まあ、私は一つは、まあ、ゾッとしたというと同時に、一つは、もう一つはやはりこれでワイフも、私の話を信じてくれるだろうなというような安心感といいますかね、それは覚えましたね。というのはそれまでね、私がそういう経験しながらもですね、ワイフ自身は聞いていないわけですから、横で寝ていたにもかかわらずね。ですから、まあワイフはあなたのことを信じてるって言いながらも、どこかでやっぱりね、穴があるというか疑ってるんだかもしれないというような不安感はあったんですけども、その金原君が全く同じ経験をですね、今度は私ではなくて、私は何も聞こえませんでしたから、ワイフも何も聞こえませんでした。雨の音なんか全然しなかったって本人ワイフも言ってますからね。だから私も聞いてませんが、しかし金原君だけが激しい雨の音を聞いたわけです。バーッと音だったって言うんですね。バリ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 ッと音だったって言うんですよ。でそうそう、鉄板にパチンコ玉をぶちまけたような音だけども、それがやっぱり同じように言うんですよね。いくつも重なったような激しい音だったということは、いろ詳しくだんだんね話してくれたんですけども、そういう音だったってことですね。でその後ですね、まあ時々その時の雨の音を聞いてですね、まあ、聞いてやってますか、そのどんな音だった、こうだったって話をして、さらにまあそういう音だったということを確信したわけですけども、要するに鉄板にいわゆるまあパチンコの玉を当てるような音だったというわけです。これがある意味でね、今までのまあ流れの中から、まあ、皆さんにお話しできることというとですね、上の人っていうのはね、まず最初にまあ何かの事件を
まあ、起こすって言ったのは失礼だけども、ある形で私にコンタクトを取ってくるわけです。その時は何が何だかさっぱりわけがわからない状態で過ぎるわけですよね。そうしますと、まあ、しばらく置いて必ず2回目をしてくれるんですよ。そして初めてその時にその2つの事件といいますかね、そのコンタクトの間で連続性が生まれるわけです。そして同時に2つのいわゆるコンタクトの意味が分かってくるわけです。で、第1回目の大豪雨事件、第2回目の豪雨事件、そして12月8日はですね、今度は私イヤホンから聞いてるんです。そのイヤホンから雨の音を聞いてるんですよね。ですからイヤホン片方の耳にしかつけてませんから、イヤホンからその音がですね、バーッと聞こえてきて、うわーってな感じで、そのイヤホンを私払いのけたんですね。あまりにも大きな音だったもんですから、まあ、そういう事件が12月8日に起きて、そうするとそのいわゆる、まあ、8日後の12月16日にその金原君の大豪雨事件というのが起きるわけです。で、その時に初めてなってますかね、初めてワイフが私の経験した事件が全てその前のね、3回の豪雨の音事件というのが本当だったということをワイフ自身が確認してくれたわけです。まあ、その時のね、ワイフの様子はもう顔が、ワイフも顔がこわばってましたね。私も体中がコチンコチンになってましたね。金原君の話を聞きながらね。そしてそのなんて言いますか、はい、ということがその2016年の12月16日の事件だったということです。まあ、そういうそのことがあってね、まあ、その金原君はこの2月で、まあ、いよいよまあ大学の方に進むということで2月いっぱいで辞めましたけども、私のところを去っていきましたけどもね、そういう子供をですね、そういう子供って言ったら生徒さんって言ったらいいのか、素晴らしい人格者の子供をですね、ずっと小学校 2,3 年の頃からね、高校3年生まで教えることができたというのは私は本当に光栄に思っております。素晴らしい子供ですね。最後の最後で言ってますが、そういう素晴らしい生徒さんに出会うことができたということは本当に私は喜んでいますと同時にね、その金原君について言えばね、まあ、私の経験したのと同じ経験をですね、まあ、2016年の12月16日にしてくれたということで大変思い出深い生徒さんということになります。以上が今日皆さんにお伝えしたかった私がね、今まで知り合った子供の中で、まだ他にもね、たくさん出たんですよ。今日ね、発作取りながらね、あれレモン取りながら、そんなことをペチャクチャペチャクチャ話しながらね、あの子はどうだった、あの子もいい子だったな、あの子はどうだった、いい子だったなって感じでね、あの子も素晴らしい子だったねって感じでね、その中でもな、何人かはね、今度ね、何らかの機会にね、会ってみたいなというふうに思っています。まあね、おいおいそういうことをしてみる時期、年齢に来ましたので、何らかの形でね、連絡を取ってそういう子供たちに会ってみたいなというふうに、子供と言いますかね、教えた子供に会ってみたいなというふうに考えています。みんな素晴らしい人になっていると私は確信しています。ということで、今日のビデオでありこれで終わります。ではさようなら、バイ。